始まりまりした今日のコストコ日用品紹介コーナー今日もコストコに行ってきましたはいでは早速商品の方紹介していこうかと思いますよろしくお願いしますち,くわちゃんも隠れてしまうほどの大きさカークランドバスティッシュ30個入り2098円で購入しました はい、こちらはトイレットペーパーで合ってますかね合ってますちなみに使い心地の方はいかかがですか厚みがあって柔らかいので肌に当たってもストレスなく使えますこれを使えばお花すっきりニールメットサイナスリンス 3,280円だったんですがスタークーポンが400円ついていたので2,880円で購入しましたはいこちら噂の鼻う,がいというやつですね。そうです。何度かリピートしたことがあるんですけどもこちらの花うがいなんですけども全く痛みがないんでこれからの花粉の時期だったりとかこれで鼻を洗うことによってすごくすっきりするのでおすすめです。 ちなみにこちらの使用動画もありますので、よければ概要欄のリンクの方から飛んでみてください。ダブフェイスピンク、1298円で購入しました。はい、こちらどういったアイテムになりますか洗顔フォームになっていて、ダブの洗顔フォームは泡立ちもいいですし、洗い心地も肌に優しいのですごく好きです。 本体が一本と詰め替えが二個入っているので、かなりお買い得に購入できました。嫌い嫌い。嫌い嫌い。四リットル入り泡タイプですね。千七百四十八円で購入しました。こちら泡タイプということは、詰め替え用の何かあれに入れて、こうゴシゴシやると泡がぶわー出てくる感じの。嫌い嫌い。きれいそうなんです。 でも今までは泡タイプではなく普通の液体のタイプを使ってたんですけどもそれがもうお店にはなかったので今回初めて泡の方を使いますなんかでも泡見てるだけでワクワクするから僕は好きですけどね泡タイプこの何やら怪しいな色の液体はリステリントータルプラス2,298円で購入しました。 こちら私も愛用してるんですけどもまあ液体歯磨き粉というやつでお口に含んでぐちぐちすることによってまあお口が非常にすっきりするというアイテムとなっておりますこのリステインを使ってから歯石があんまりつかなくなりました私も結構このご時世でマスクつけるじゃないですかで、歯磨きが甘いと結構自分の息の匂いが入ってきておくさっとなることが いやいやあるんですけども、まあ、このリステリンを使うようになってからはそちらがほぼなくなったのでそういう意味でもおすすめです。ははん日本の名刀75パック入り1980円で購入しました。 日本の名刀行き放題とか言っときましたけど、まあ、パッケージが <laughs> パッケージの名前がそもそも日本の名刀だったということでこちら初めて購入したんですけどめちゃめちゃいろんな種類の乳横座が入ってるんで楽しみですねはい中はこのようになっていますはいこんな感じで75袋 あるようでしてまあ基本的には4袋がスタンダードでちょっとメジャーなのが5袋かなあってもうたくさん入ってほしくてしょうがないタイプのやつは6袋みたいな感じですね。高いところにあるものはこれを使って取りましょう。 フローディングスツールセット1928円だったんですがスタークーポンが350円付いていたので1578円で購入しましたでね、こんな感じでなんと2つも入っておりました高さが違うんですかねはいそちらの大きい方の高さが3 7 9ンチとで、えー、小さい方 が、えー、2 3 3ンチの高さとなっておりまして洗濯機の横だったりもたたんで置いとけたりもしますしキッチンの隙間とかにも置いて、まあ、上の戸棚に何,何か取る時も使いやすくていいと思いますしかもこれ嘘か本当とか1 7 5キロまでいけるって書いてあります、ね、あすごいね。 私も大概結構体重重いんですけれども1 0 0キロ以上余裕を持ってる感じですねで締める時はここにね穴があるのでこうね持ち上げてこういう感じで締めれる<ー>簡単ですね簡単ですね硬くないし使いやすいですねで実は以前もこのような同じタイプのものを使ってたんですけどこのここ。 この取っ手の部分をバキッてちゃった。壊してしまったんで、で取っ手がついてないので壊れにくいかなと思いますし、使い心地も良さそうですね。でかい。ベーキングソーダ、千百八十円で購入しました。はい、こちらジャパニーズ語で言うところの重曹、えー、というやつですよね。そうなんです。 基本的に重曹って、僕はお掃除、まあ、洗剤だったり、あの、洗濯物に入れたり。あの、食器洗いに使うイメージしかないんですけども。これ、ベイキングってついてるあたり、あれですかね。こちらの、あの、重曹は食用。もいけるので。パンだったりとか、クッキーとか、作れるタイプのものになっていますね。へえ、掃除にも使えて、お料理にも使える。しかも。 重重い重い <laughs> こんだけたっぷりあるから大体使い切るのに3年ぐらいかかる感じですかねいやもっと早いんですけど結構持ちますね<も>でこの重曹なんですけどもう何年も見てなくて今日たまたま行ったら売ってたんですぐにもうカートインしてしまいましたちなみに僕、えー、重曹を使用した記憶は何年か前にお湯を 洗濯機にガワって入れて満パンにしたところにジュースをドバーって入れて洗濯機のあの内側についている汚れを取るのに使ったのが最後ですね。あ、洗濯槽クリーナーみたいな感じですね。それ。はい。というわけで今日も最後まで見ていただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。 よろしくお願いします